考えられません。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。ちょっと残念なプレーになってしまいましたけど、怒ってしまったことは仕方がないですからね。切り替えていきたいですよね。